特殊詐欺を防ごうと被害が増える傾向にある年末年始に合わせ、香川県と警察が合同で街頭キャンペーンを行いました。警察音楽隊の演奏に合わせ、特殊詐欺防止啓発のチラシなどを配ります。年末年始の特別警戒に合わせて香川県と県警が合同で行った街頭キャンペーンです。香川県では今年68件の特殊詐欺が発生していますが、年末年始は金の動きが活発になり被害が増える傾向にあることから特に注意を呼びかけます。地域ぐるみでですね、そういったお互いに注意を喚起していただくといった、そういった防犯機運をですね、ぜひ高めていってもらえたらなと。香川県では10月以降オレオレ詐欺が相次いで発生していて、不審な電話などがあればすぐに相談をと呼びかけています。